けども、この半年間ずっとこう見てて、やっぱり僕は2月3月ぐらいの時ですかね、ここのアベマで新型インフルエンザの時みたいにパニックになるんじゃなくて、冷静に怖がるべきじゃないかなと思ってた考えとは、僕は本当に未だに何も変わってないので、二類ということ自体が僕はちょっと過剰な評価というふうに僕はずっと思ってましたので、報道を含め過剰に過熱させた罪というのは僕は大きくあるというふうに思いますし、感染者数を累計で出すなんていうことをテレビでやってたことも僕は意味が分からなかったので、僕は二類じゃなくすというのには基本的には賛成です。